ドラフト1位は25日に決定。新庄監督に映像を見てもらい全員で。日本ハムの球団幹部らが千葉鎌ヶ谷でドラフトへ向けた会議を行い、下位指名候補の順位付けなどを行った。1位を含む上位については、25日に新庄監督を交えたスカウト会議で決定する方針。球団幹部は、投手の1位指名という方針に今のところとした上で明日25日どうなるかと話した。前田の視察数が多かったのは何かあるんだろうか。前田の可能性もなくはない。その代わり前田取れたら2位は即戦力投手に行かないとだが。新庄の好きなコントロール良くて投球テンポ良くて投球術もある投手って年齢問わないなら前田が一番手になりそうなんだよね。単純に投げてる球だけ見りゃ大卒投手組めちゃくちゃ魅力的だけど。メジャー級の直球回転数平均球速はプロでも上位クラス、155キロ右腕名城大岩井俊介投手、うおーじゃないのか。女子の可能性残してるのは新庄が映像に手を張るかもしれないってことだな。コントロールが良くて試合を作れる即戦力投手ってなると下村か竹内になりそう。割と下村あるぞ。即戦力を確実に欲しいから競合回避したがるかも。正直競合は外す気しかしないから下村一本行くべきやと思う。外れた時点で下村は外れ競合確定やし、2016の佐々木千早みたいなもんになってます。さすがに1位指名までは新庄の好きにさせないんじゃないか。去年見る限り3位とかは怪しいけど。西舘は花巻東枠としてありそう。うちは大谷翔平取ってから花巻東で岸里と松本投手取ったしね。今年は全体的にレベル高いしドライチクラスがゴロゴロだけど誰が一番というと好みが分かれる。去年は低すぎて好みが分かれたからな。今年のサプライズなドラフト1位指名は誰だろうか。